旧トンネルがこの近くというか10分ぐらい走ったところにあるみたいなんで、そこも見ていこう。トネやトネ、なんかバス停がな、バス停が独特のポリカーボネート製のあのやつになってますね。建物というか小屋みたいな、完全に覆われてるってことはやっぱり雪国なのか。でも夏めちゃめちゃ暑いけどな、地獄の暑さや。あ、見えてきました、トネトンネルです。はい、普通の旧トンネルでした。あ、でも涼しいね、ひんやりしてる。ちょっとここですね、敦賀市指定文化財琴音トンネル、駐車スペースありません。琴音トンネルは敦賀と長浜間を結ぶ鉄道用トンネルとして作られた。で、昭和39年柳瀬線廃線まで利用された。ここはあの電車が走ってた、鉄道が走ってた。かつてここレールが敷かれてたんですね。なのであの歴史的なところですね。うわ、冷たいというか風がめちゃめちゃ気持ちいいやん。なんか独特な植物が、レンガをこうなんていうかな、全部レンガですね。レンガで作ってある、レンガと石垣。で、地面はなんか土なのか砂利なのか、まあ、でもトンネルとしてはあの天井が高い気がする。やっぱり鉄道通ってただけあって天井が高いな、この手の旧トンネルとしては天井が高い。あと、この待避所みたいなのがありますね、あの電車来た時の待避所。長さはかなり短い、200m、300m ぐらい、 300m ないか、 200m ぐらいか。よいしょ。いや、反対側に抜けたらめちゃめちゃ暑いな、むわっとした風が。はい、なんかもっとあれやな、心霊スポット的なとこかと思ったら結構普通というか逆にちゃんとしてるとこですね。天井まであのレンガちゃんとアーチ状に作られてますね。補修した跡もある、補修した跡があります。ここ今ね、あの普通に重要文化財になってるけど通行止めになっていないので普通に通れます。うわ、涼しい。出ました、というわけで琴音トンネル、昔はね鉄道用のトンネルとして作られていたそうです。今はこんな感じの残されてます、文化財として、ね、文化財として残ってます。明治14年って書いてある、明治14年って書いてあります。明治14年って西暦何年、明治14年1881年、1881年、すごいな、ブヨが飛んできた。じゃあ1900年にもなっていない、1800年、すごいな、明治か。まだ日本が敗戦国になる前の
アーチ状に作られてますね。補修した跡もある、補修した跡があります。ここ今ね、あの普通に重要文化財になってるけど、補修した跡もある、補修した跡があります。アーチ状に作られてますね。補修した跡もある、補修した跡があります。ここ今ね、あの普通に重要文化財になってるけど。